はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。はい、今日からエクセルとアクセスのですね連携について皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思うんですが、自分でやっててやっぱりリハとかやったんですが、やっぱりちょっとまあ難しい内容になりますかね。なんでかというと自分でやってても難しいと思うので、うまく説明できない部分があるかもしれませんね。もうなんかあまりなんか自分でもしんどいなと思ったらごめんなさいって言ってやめるかもしれないですけど、まあできるだけ自分で頑張っていきたいというふうに思います。あとね、クラスモジュール、イルカのエッチャーさんでしたでしょうかね、ごめんなさい、それも今並行してやってます。でコミュニティの方でね、皆さんに僕が仕事を受ける時の、まあ、その考え方というかね、それをご紹介しようというふうに思ったんですけど、まあその依頼された方から、まあ、公開されては困ると、私のアイデアをどうしてくれるんだっていうふうになんかお叱りを受けましたので、次の仕事ね、今実はもう一個あるんですけど、それをご紹介したいなというふうに思います。これは別にアイデアでも何でもないので、ちょっとね、やっていきたいなというふうに思います。あとはExcel からね、Word とかメモ帳への転送って見たい方います？いるんだったらコメントください。金曜日のところちょっと配列ね、配列ばっか続いてたので、ちょっと息抜きかなんかにそれもちょっと教えてみようかなっていうか紹介してみようかなっていうふうに思いますので、はい、コメントお待ちしております。はい、それではパソコンの画面に行きます。はい、それではですね早速やっていきたいというふうに思います。まず基本形から。いやーでもね、やっぱりね、こうね、スケール分を書いていくっていうのは、まあこうね、なかなか難しいもんだなっていうのはね、ちょっと自分で感じてはいるんですけれども、今まで私が皆さんに紹介してきたものは何っていうふうに言いますと、クエリをね、一気にダーって引っ張ってくる方法が、ほとんどっていうか、それが全部だったんですかね。で、最強の検索フォームっていうので、アクセス上で検索フォームを作って、ひょいっていう風にやって、じゃあこれだったらどうなんだっていうようなことをやってたんですけど、じゃあそれをアクセスでじゃなくて、もう抽出条件も何もかも全部はExcelでやったらどうなんのよっていうのを、ちょっと数回に分けて、皆さんに紹介をしていきたいなというふうに思います。今ここに6月24日って入ってるんですけど、この6月24日を取り込もうとすると、これクエリの演算式でがうんたらかんだらって言ってクエリのエラーが出てくるんですよね。でところが、ここのところに、入れると6月24日だけのデータベースをこうダーッと引っ張ってくる。で、これ元になってるのはどこかというとですね、ここになってます。MTCR っていう風にして、僕ちょっとね、これ、やってたんですけど、サンプルファイルの渡し方どうしようかなという風に思いまして、まさかね、これをちょっと渡すと著作権の問題になってしまうので、ちょっとこのサンプルファイルをお渡しするの、ちょっと遅れるかもしれないですけど、どうしようかなっていうふうにちょっと思ってますね。なんか別にちょっとこの辺はいいんだけど、ちょっとまあ皆さん勉強するのは全く関係ないと思うんですけど、ここのレーティングっていうのとコンピ指数っていうのは、これお金払って買ってるものなので、この ZY 指数とかなんか特殊な数字は抜いたものをちょっとお渡しいたしますね。自分でコピーを作りまして、はい、でいうふうに引っ張ってこれます。でこれがまあまあまあ、今、自分、今までっていうか、今も自分で研究してるんですけど、Excel で、全部のね、
ものを引っ張ってこれたらいいのになっていう思いで、アクセスでやるのがめんどくさいじゃなくて、Excel でやれたらいいのになっていうコードになります。まずこれが基本形になります。で、書き方としてなんですけど、注目すべきはここなんですよね、ここ。ターゲットデートイコール、レンジの A というふうにしてまして、レンジの A というふうにしてまして、ここがスケール分で、セレクト、アスタリスクのフォームの CR の、CR の、フェアの、日時から、この、ターゲットレンジ、一応フォーマットをかけて、データにして、フォーマットのどこのデータっていうと、このターゲットデータっていうのは、レンジの A の位置なので、そこから YYYYMMMDDD っていうふうに、日付を変えて、あとは、if 構文で引っ張ってくるっていうものになりますね。で、難しいのはどこって言ったら、特に、ここもここもここも全部、あとはかん、あの冠な、冠なので、ここのところにこうどん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 条件を付け足していくんですけど、なんか自分で勉強してまして、いつまでもね、こういうなんかだらしないコードっていうわけじゃないんですけど、なんか多分僕のを見たとしても、デバッグになった時にどこがデバッグになってるのかっていうことがちょっとわからないのかもしれないので、ちょっと自分でお渡しするときはコード書き直してね、皆さんにお渡ししたいなというふうに思いますので、これはなんか毎回毎回ディアゴスティーニじゃないですけど、パーツを組み合わせたものをちょっとずつお渡していこうかなというふうに思います。回数はちょっと何回になるかわからないです。というか、自分自身が皆さんにうまく説明できなかったら、これやってる意味が全くないので、書籍買っていただいた方が全然いいので、途中で打ち切るかもしれませんが、できれば自分としては、最強の検索フォームみたいなね、こうユーザーフォームを作って、ここに何かを入れて、こうやってこうやってこうやってっていうふうにやっていくのをちょっとやっていきたいなというふうに思ってますね。で、皆さんが、例えばアクセスとエクセルの連携をやってる場合に、なんていうんですかね、この条件でちょっとなんかデータ抜いてって言った時に、アクセスでいちいちクエリを作らなくても、Excel 上から持ってこれるというふうにすれば、すごいいいなっていうふうに思うんですね。ちなみに私の今この競馬のデータベースなんですが、クエリがこんなにいっぱいあるんですよ。まあ、この追加クエリとかはまあしょうがないんですけど、こういう選択クエリが数多くありまして、で、なんかね、整理しなきゃならないなとはいうふうには思ってるんですけど、これが Excel 上で本当にできるんであれば、もう皆さんはいちいちアクセスに行ってクエリはやる必要はない。ただもうExcel の方で抽出条件だけを書いていけばいいっていうような状態になります。これもね、非常に便利ですね。どういう時に便利かって言いますと、やっぱり統計を取る時に便利であって、なんていうんですかね、1ヶ月のデータを引っ張ってくるっていうのも、まあいいんでしょうけど、多分、普通の仕事をしてるんであれば、その、なんつうんですか、第1週、第2週、第3週、第4週とかっていうのを、多分、先週と比べてとか、先週の、あ、せ、えーと、先月の同じ週と比べてどうかとかっていうようなものをやるはずなんですね。その時にこの技が使えるとすんごい便利なんですよ。自分でやってたから間違いないです。もう今なんか集計ね、事務所移転というか営業所移転してからなんかもうそういうシステムがあるので、変に僕がね、いじっちゃうとまた怒られちゃうんで、はいはいと思って、あ、こうやるのねっていうふうに、まあ、やってるんですけど、これが皆さんできれば本当に便利なので、まあ、ぜひとも覚えていただければなというふうに思っております。はい。じゃあ、今日はちょっと、
なんかくだらない動画になったわけではないんですが、ちょっと物足りないかもしれないですが、まずは基本形はこれですということですね。そしてデータベースは僕の方で作り変えて、ちょっと皆さんにお渡しをいたします。で、これはさっき言いましたように、ディアゴスティーニと一緒で、毎週毎週ファイルが増えていきますので、必ず作って皆さんにお渡しをしたいなというふうに思っております。まあ、ぜひね、興味のある方、サンプルファイル、毎月980円で販売しておりますので、ご購入をしていただければなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はここまでにします。いかがでしたでしょうかね、今日の動画ね。スクールオブ VBA も終わり、皆さんから本当にありがたいコメントをいただきましたので、また何かね、基礎編から、やっていただきたいことがあれば、僕の方でやっていきたいなというふうに思っております。で、あともう一個なんですが、Excel カープの説明を希望というふうにあったんですけど、まだ僕の関、Excel が Excel カープに対応していないので、ちょっとまだ時間がかかりますね。Excel ルックアップがもし理解できるようになったら、確かあれ左側も検索できるんでしょうかね。配列と同じ理屈でバーッと参照できるので、非常にすごい便利な関数だなっていう、Excel の歴史が変わるんじゃないかっていうぐらいのすごいいい関数だというふうに思います。はい、で、あれが出た時は僕がいらなくなるかもしれないですが、それまで細々と頑張っていきたいというふうに思います。はい、では次回金曜日にお会いいたしましょう。さよなら。